T-15 アルマータは、ロシア連邦の10不評戦闘車である。企業側の故障は、オブエイクト149で、最初に公開されたのは、アラビの演習場における2015年、モスクワ戦勝日パレードのリハーサル中であり、当初報道は覆い隠されていた。T-15 は、ロシア連邦軍の次世代走行戦闘車両シリーズ、アルマータ共通戦闘プラットフォームを利用した。 派生車両の一つで、ロシア陸軍の基礎プラットフォームである BMP-2 と MTLB を更新することが予定されている。砲塔 T-15 は 2A4230mm 機関砲及び、同軸に 7.62mMPKT 機銃を備えたブーメランク BMN 拡張左重等を搭載している。また両側面には、 コルネット EM 対戦車ミサイルを2発備えた台がある。T-14 と同じように T-15 はアルマータ共通戦闘プラットフォームを基礎としているものの本社は機関を車体全部に持ち T-14 とは類似しない。T-14 と同じように T-15 は爆発反応走行及び アフガニトアクティブ防護システムによって防御されている。T-14 のアフガニト発射管が砲塔基部に装着されている一方、T-15 ではこの兵器を車体の上部側面に沿って配列している。ありがとうございます。